仏教で下道というのは一体どういう意味でしょうか、本当のところはどういう意味でしょうか、ね、でこれも重要な質問で、下道っていうとですね、まあその人の道に外れたような人のことを、まあ、日常用語で言うわけですが、まあ、しかしあの釈迦の時代、仏教用語の下道っていうのは単純に仏教以外の修行実践、仏教以外の、あの道のことを下道と言っています。でだから仏教のことは何と言ってるかというと、内道っていうか、内道って読むんだけど、まあこういうふうに言うわけですね。でももう少し正確に言うとですね、時代背景があって大元があるわけです。それはバラモン教です。バラモン教っていうのは後世インドを支配したイギリス人が名付けたことなんで、その時代は彼らベーダの宗教というような認識だったかもしれませんが、まあ時に2500年ぐらい前ですね、前その釈迦牟尼が仏教が開かれた時はどういう状況だったか、それ以前からインドで口頭で伝わる聖典、ベーダ聖典に基づいた宗教、それはバラモンというインドの祭司階級を特別して、で要するにブラフマ、インドの神様の、まあ、代理人とするものです。インドにはカースト制度っていうのがあって、そのトップがバラモンという階級で、日本では貴族階級のようなんです。でそれが宗教的祭祀を行って、その祭祀たるバラモンを一番上に掲げる、そういった宗教が、まあバラモン教、でもこれはあのその当時の名前じゃなくて後からイギリス人がつけた名前なんですが、まあベーダの宗教っていうことですね。でこのベーダの宗教、バラモン教は多くの人の中からバラモン、これを特権階級とするから、そうでない人にとってははっきり言ってそのなんていうか納得いかないわけですね。よってバラモンを最高とするバラモン教に反する、そうじゃない自由な思想、新興宗教が出てきた。でその新興宗教を六支下道と言ってるわけです。じゃあ六支下道以外にゴータマ・シッダッタを合わせると、結局6つプラス1つの7つの、まあその新興宗教勢力があるっていう、まあコートになるんですね。そんな感じです。まあ2500年前、基本的にバラモン教全盛時代が終わりつつある時でした。バラモンが祭祀をやり、クシャトリが政治を行うっていう体制に対して、その商工業が発達してきて、みんながこう豊かになって、豊かになるとだんだんなんていうのかな、その誰かを特別する、そういうような考え方と緩んできて、いろいろ商人とかそういう人たちも力を持ち始めてきます。そんな人たちの期待に応えて、バラモン教じゃなくて、バラモンじゃなくてクシャトリあたりの出身者が、まあ要するにバラモンの権威を否定するような、バラモン教を否定するような新興宗教、これに乗り出していったと。そしてゴータマ・シッダッタもバラモン階級ではなく、その下のクシャトリアですね、武士階級から出た、まあ新興宗教の教祖だったということです。じゃあ六支下道にはどんな宗教があるのか。当時はですね、六支下道どころか何十個もいろいろなこう思想があったと言われてますが、その中で大体6つぐらいの思想が代表的なものだってことで6つにまとめています。この六支下道っていうのは、そのもっぱらもうすでに皆さんお分かりのように、仏教から見たこの時の世界ですね、仏教が内道で彼らが下道というわけであります。例えばその中で有名なのはプラーナ・カッサパという人で、彼は無道徳論、道徳を否定してます。道徳否定論だってことです。まあ要するに殺人や盗みとかね、嘘とかそういうのは悪行、これは悪ではないと、それは問題にはならない、まあみたいなことを説いたってことです。釈迦は当然ですね、これに対してそれでは道徳が荒廃するというふうに説きました。で釈迦と同時代人で、その時の、まあ、インドカーストではスードラですかね、奴隷階級から出た人だと思います。それからパグダ・カッチャーナという人物ですね、これはね、地水火風の4元素など、まあ、どういうふうに世界ができているのか、いろんな要素の集合でできているんだと、そういうようなですね、まあ、哲学思想を解きました。でそれからアジタ・ケーサ・カンバルという人ですね、これは唯物論です。すなわち物しかないという考え方ですね、そういった霊魂とかで、ね、の存在を否定するような人でした。マッカリ・ゴーサーラという人物もいます。でこの人はですね、運命決定論、宿命論です、全ては決まってるってことです。それに対して釈迦は、そんなこと言ったらみんな誰も努力しなくなると、また道徳が荒廃すると、そう言っています。
釈迦は一つ一つ説法で、この六支芸道の思想に関しては最善のものではないと、まあ、論証してるんだよね。それからサンジャーベーラティプッタ、これは不可知論、その中は何も確たる形で知ることはできないんだと。まあ要するにこう何ていうのかな、何やっても無意味っていうか不可知論、何も知ることはできないみたいな感じで、結局つかみどころのない議論、これが展開されるわけですね。それから有名なのはマハービーラ、すなわち後に仏教と共に六支下道の中で生き残ったジャイナ教の教祖、これがマハービーラというです。で苦行主義ですね。でこの苦行主義には釈迦もまあハマって、で苦行ギリギリいっぱいから苦行に益なしということで中道を悟ったっていうふうになっています。まあ、以上が六支下道、下道ってことですね。さて、最後に、あ、六支下道の死が死じゃないってことですね。つかさどる6つの死ですね。6つの先生という六支下道ですね。